六両、瀬山古墳群六両、瀬山古墳群一号墳六両瀬山古墳群は、福井県堺市にある古墳群である。平成2年5月16日国の史跡に指定上、久米田地区から野中山農地区にかけての標高50から200メートルの丘陵斜面には、総数130基に及ぶ前方後円墳、円墳、方墳が分布しており、丸岡古墳群と呼ばれている。 六両瀬山古墳群は、丸岡古墳群の一支群で、丸岡古墳群の東南端に位置し、標高200メートルの高所にあって、前方公園墳2基と、高墳2基からなる。また、くずり川を挟んだ向かいの丘陵上には、田栗が、上山古墳をはじめとする、国史跡松岡古墳群が分布している。六梁瀬山古墳群は、その立地、規模、内容などから、対岸に位置する田栗が、 上山古墳と共に4世紀紅葉から5世紀前用にかけての福井平野における広域主張簿であったと見られる。これらの古墳は北陸地方の古墳時代の解明に書くことのできぬものであり、古代における越国の形成とその発展を知る上で極めて貴重な資料となるものと考えられる。本古墳群はいずれも丘陵を根城に築造されているため、 自然地形の制約を受けており、噴火は必ずしも整備なものであるとは言い難い。一号噴は噴急主軸がほぼ南北に揃う前方公園噴で前方部を南に向ける。全長は140メートルで北陸地方最大の規模を有する。公園部の小道は78メートル、高さは13メートル、前方部の長さは52メートル、幅は58メートル、 高さは11メートルを測る。噴球は二段築生で、付近種と埴輪を有している。公園部東部に、東西27メートル、南北15メートル、高さ4.2メートルの半円形の張り出しがある。公園部頂上には、洞窟港があって、この周辺から業界岩性の石管破片が採集されているので、内部主体は石管であろうと推定されている。 一号墳の築造年代は墳系、墳形、埴輪などから見て、四世紀末から五世紀初頭にかけての頃と考えられている。二号墳は、一号墳の公園部張り出し部の東方に、掘割を隔てて存在する古墳で、一号墳の倍長と考えられる。不整形な方形をしており、東西16メートル、南北14メートル、高さ2.2メートルを測る。吹き石と埴輪はない。 3号墳は墳球主軸をほぼ東西方向に揃えた前方後円墳で前方部を東に向ける。前方部の上面前端は1号墳の後円部に質そにほとんど接しており、前方部前面がないという得意な形をしている。全長は85メートルで、後円部の小道は48メートル、高さは11メートル、前方部の長さは37メートル。 幅は48メートル、高さは9メートルを測る。噴球は二段築成で、付近紙と埴輪を有している。公園向きと裾に、北に向かって、東西11メートル、南北11メートル、高さ1.1メートルの張り出しがある。噴景や埴輪から見て、3号噴の築造年代は、1号噴より、やや遅れる5世紀前用と考えられている。 4号墳は、2号墳の公園部張り出し部の北方に、浅い掘割を隔てて存在する古墳で、3号墳の倍長と考えられる。不整形な方形をしており、東西13メートル、南北16メートル、高さ2.7メートルを測る。ABCDEFGH6 両、瀬山、古墳群マイナス国指定文化財等データベース6、両瀬山古墳群文,文化遺産オンラインハット AB、 日本古墳大辞典613ページありがとうございます。